こんにちは、マスマンです。今回の動画は6月の新馬戦から僕が独断と偏見でこの馬気になるなっていう馬をねピックアップしてきたいと思います。走るか走んないかっていうのはね、それはちょっと分かんない。つまり出世するかしないか、クラシック乗るかってね、そう言われちゃうと、それはちょっと難しいんじゃない。6月にデビューした馬たちがね、一斉にクラシック乗るわけないんでね、まあ競馬っぷりが良かった馬っていうかね、もうこれ良かったよ、馬いいねっていう、そういう馬をね何とか選んでみたんで、ご覧いただいた中でね、あ、この馬自分も好きだわっていう馬がね、まあいましたらコメントでいただけると嬉しいですし、あるいはね、まあ、僕が拾わなかった馬でも、いや、この馬良かったじゃんっていうね、そういう馬いましたらコメント欄からね、こうフォロー入れていただいても、助かりますっていう感じで、まあ、ちょっとラフな感じでいきます。まずね、一番印象に残ったのはもう1周目の開幕週の阪神一発目、ダディーズビビッド豊かジョッキーのね、あの絆産駒のひょろひょろの子馬がね、一番印象に残りましたね。全然体もできてなかったし、豊か騎手も全然馬子供ってコメントでしたけど、競馬っぷり良かった、競馬良かったよ。何しろ逃げてたモーリスのね牝馬、あれが勝ってればモーリス産駒早々にね、デビュー勝ちだったんですけど、ダディーズビビとかね差し切っちゃったんでね、あの差し方が良かったですね。豊かジョッキーがね、僕数えたらね、左ステッキね7発入れてるんですよ。一定のリズムでバーンバーンバーンっていう感じで7発入れて、阪神の坂の上りで加速してね、前を行ってるウィンをねきっちり捉えるっていうね、いい競馬でしたね。6月のあの時期でステッキバンバン入ってまっすぐ走れるっていうのはね、育成も決まってるってことだし、正直ね、向川さんの絆産駒ってことでね、そのいわゆるまあアビラさんじゃないし、ちょっと地味な存在っちゃ地味な存在かもですけど、走っちまえばね、どこさんとかね関係ないんでね、向川さんだろうが、あのどこだろうが、走る馬は走るんで、僕はね、ダディーズビビッドは計算できる馬なんじゃないかなと思ってますね。まだ1回走っただけですけどね、でも2戦目どこ使うか分かんないけど、楽しみにしたいですね。いい走りが期待できる馬だと思いますね。血統的にもね、母系が石アマゾンのね母系なんですよね。ケイティーズファーストってね、そしてこの馬は母父がフレンチディピティ、フレンチディピティの肌、レインボーラインとかマカヒキとかね、大きいとこ飼ってる馬出してますもんね。それに今をときめく絆、もう絆はね、正直ディープインパクトよりももはや絆の方が僕は好きですよ。絆の方がパワフルな走りでね、競馬っぷりが好きっていうとこでね、このダディーズビビッドは血統的にもちょっと僕好み、岸アマゾンの謹慎だし、絆産駒だしっていうところでね、これは楽しみですね。なんか夏もね、なんか2歳戦なんか函館とか札幌とか使わないで、秋までじっくり充電してほしいなっていうのが個人的な希望ですね。全然体もひょろひょろでまだ全然できてないですもん。それでもあれだけね、ステッキが入ったらね、ファイトしてガッってね、目標を競り落としに行ったところ、そのファイティングスピリットを買ってるんでね、ぜひぜひ夏使わないで秋まで充電して、秋の府中とか京都とかその辺でカムバックしてくれるぐらいでね、ちょうどいい気がしてね。なんかイメージ的にはね、豊かジョッキーが2020年ねずっと期待してたね、キーファーズさんのマイラプソディ、あの馬とちょっとなんかダブるようなイメージね。血統も違うし馬主も違うし全然接点ないんだけど、なんかねマイラプソディみたいな、そんなイメージを僕は頭の中で勝手に描いてますね。はい、これが一番僕印象に残った馬ね。その次はね、福永騎手で勝った、もうカンペ見よフラーズダルム、この絆の牝馬もね、これも良かったね。あんま血統とかこれ言わない、あの長くなるから。ただ競馬っぷり良かったっすね。これまた絆なんだね。僕やっぱ絆好きだね。絆のねパワーあふれる走りがね、どうも好きみたいですね。はい、この馬良かった。そしてね、フランケル産駒が何頭かデビューして2頭勝ち上がったのかな、モンファボリとノックオンウッド。ノックオンウッドの方が僕はね好き。モンファボリは函館で持ったままっていうね、かなり派手なパフォーマンスでしたけれども、やっぱね持ったままっていうのはね、ジャッジ難しいっすよね。持ったままで5馬身だ7馬身だって言ったところで競った競馬したらどうかなっていうのが本当ありますよ。まあ最近だとユニコーンステークスでね、
カフェファラオと人気を分け合ったレッチェバロック、あの馬も2戦ね持ったままでノーステッキでもう大差勝ちでぶっちぎってっていうすごいパフォーマンスでしたけども、結局3戦目で他の馬とまあ競る形ね、もっとレベル高い馬たちとやってもっとこう接近した競馬にやってみたら結果あらあらでぶっ飛んじゃいましたよね。まあ、ルメール騎手曰く距離が長かったってことでしたけれども、ノックオンウッドも持ったままでゴバシーンっていうほどのそんな派手な勝ちじゃなかった、はっきり言って首差でしょね。あのかなり下が悪かった道悪の府中で結構差し切るのに苦労したけど、レーン騎手が鞭入れてグッとね苦しいところで伸びてきて差してるってところをね評価してるんですよ。僕はあんまり持ったままで楽勝で5馬身7馬身っていうのはねあんまりジャッジできない。持ったままっていうんだったらエルコンドルパサーぐらい持ったままぶっちぎってくんないと、あるいは富士奇跡みたいにね3馬身出遅れたのに新潟直線で大差勝ちぐらいね、そういうなんかもう誰がどう見たってあの馬ちょっとおかしくねっていうぐらいの異次元の競馬やってくんないと持ったままぶっちぎるっていうのをね評価するのは難しいっすよ。むしろちゃんと教えられたことをちゃんと守ってステッキが入ってゴーサインが出てガッとね勝負根性を見せてくれる馬の方が好きですね、正直言って。ということでね、モンファボリとノックオンウッドはフランケル3区なんですけれども、僕はモンファボリの方が、モンファボリじゃないや、ノックオンウッドの方が好きかな。ただモンファボリはねこれよく見ると3体母がねローミン・レチェルなんですよね。ローミン・レチェルって聞いておーって言った方はねやっぱ競馬詳しいっすよね。はい、ローミン・レチェルはねゼンドロブロイのお母さんっすよ、マイニングの肌でね。やっぱり日本の血統というか日本の競馬に馴染みのあるそういう馬をね、まあ、引っ張ってきてるのかなっていうそんな印象っすね。これは結構海外の競りでちょくちょくあることでね、例えば僕もねあのキーンランドで繁殖品馬セールなんかをインスペクションしてるとね、こうカタログ見てますと2代母が TK とかいうね馬が2頭ぐらい見たことあるよ。2代母 TK、3代母 TK っていうね、おっ TK って思うんですよね。これ TK に反応するのは世界中で日本人のバイヤーだけなんだよね。 TK っつってはい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 っていうあなたはやっぱり競馬詳しいですよ。はい、シンボリクリスエスのお母さんでね、 TK がアメリカに残してきたね品系っていうのが残っててね競り出てくるんですよ。でね、日本人のバイヤーだけがね身を乗り出しておおって思うんだけど、アメリカ人のバイヤーとかなんか TK なんつったってはって誰っていう感じですよ当然。でシンボリクリスエスでブラックタイプでガーってねページこんなね あの有馬記念ジャパニーズグランプリとかガーってなってますけど、まあ芝でしょっていう感じでね、アメリカはやっぱダート競馬ダートの馬を評価するんで、日本の芝競馬でどんだけかっつっても反応薄いっすよっていう感じで、これはね逆転デジレ現象でこれは美味しいんですよ。 TK なんておお TK の血統でお腹の中なんとかでいいなって思うじゃないですか。これ結構安いんですよね、これが。だから全然だってアメリカ人のバイヤーにニーズないから。ローミン・レイチェルもアメリカのセールで多分ねかかってる芝場がよっぽどじゃない限りそんなに高くないんじゃないかな。特にモンファボリの場合は母父がコングラッツってことでね、コングラッツっていうのはまあせいぜいが B 級シュボバーなんで、今種付ける1万ドルかな、ステークスウィナー35頭出しててまあ全然ダメじゃないけど、一流のシュボバーっていうにはちょっと語弊があるシュボバーなんでね、値段的にそんなにいってない気がするはっきり言ってっていう感じでね、あのモンファボリーの方は、まあ、母系がローミン・レイチェルで日本にそもそもこう適性がありそうな日本人のバイヤー受けする母系の馬なんだっていうのがね、まあ、一つ付け加えておきたいですね。もう一頭なんだっけ、ちょっとごめんなさい、カンペ見るよ。おっと、これか。もう一頭さ、ダートの 1000m でね、函館でレコードでぶっちぎったルーチェドーロっていうのも結構派手でしたよね。競馬見ましたけど、まあ、速いっすね。ただ、この馬もやっぱり2戦目、ね、函館2歳ステークスで、モンファボリで当たるらしいんでね、ここで、このどっちかが勝ってくれると、まあ、楽しみだし、まあ、2戦目にやっぱステッキ入って、なんていうかね、競ってこう相手を任しに行くようなそういう希少の馬なのかっていう、その辺ねファイティングスピリットとかやっぱ見たいっすよね。持ったままっていうのはいつまでたってもね、どこまでも持ったままでぶっちぎっていける馬なんてそんな馬はねそうそういないっすからね。まあミホノブルボンとかね、あのクラスの馬じゃないと逃げてそのまんまもうぶっちぎって逃げっぱなしでダービーまでなんてのは無理なんで、
まあ、2戦目函館2歳ステークスルーチェ道路モンファボリはここでちょっとね自分なりに評価つけたいなって思いますね。ルーチェ道路はでもね血統的に面白いんだよね。これ新種ボマのマクフィーの子で、マクフィーはねこれは僕結構馴染みあってね、ニュージーランドとねフランスでシャトルやってて、ニュージーランドにいた時にねセールなんかでよく見たんですよ。これはねドバウィー経由のドバイミレニアムシーキングザゴールドでね、貴重なシーキングザゴールド系の種ボマなんですよね。正直日本に買われたって聞いた時はもう目の前真っ暗になりましたもん。やってくれたよと思ってね、なんでシーキングザゴールド系買うんだよジャパンと思ってね、どうせ地位残せないのにと思ってさ。シーキングザゴールド系はねドバイミレニアムが2世代か3世代残しただけでまあなくなってしまったし、なかなか後継いないですよねもはやね、シーキングザゴールド系ね。だけどねシーキングザゴールドが母の父のね繁殖牝馬っちゃまあ走るんすよマジで。例えば日本だとシーキングザパールがねシーキングザゴールドだったじゃないですかね。で3区のなんかシーキングザダイヤね、 G1 で2着3着繰り返す馬だったけどまあ走りましたよね。シーキングザゴールドね走るんすよ。なんでこのマクフィーもね、もうマクフィーをお父さんに持つその繁殖牝馬、母父マクフィーっていう馬がね間違いなくあと10年とか20年したらね走ってくるんすよ、絶対走ってくるんすよ。日本で買われちゃうその本体が買われちゃうのはちょっとね。マクフィーっていう種ババをねちょっとだけご紹介します。これがね2019年のニュージーランドカラカセールにねマクフィーのニュージーランド産の ラストクロップ出てるんですよね。ウェストベリースタッドからの、まあ、ラストですね。これ見ますとねマクフィー、グレートブリテンってことでね4勝、イギリスの2000ギリに勝ってるんですね。サイヤ471頭出走していて293頭勝ち上がっていてステークスウィナーが25頭ってことで、正直ねそんなにめちゃめちゃ勝ってないですよ。ステークスウィナーも25頭だけですしね、派手に活躍したっていうわけじゃないですけど、でもねニュージーランドではもうプローブンサイヤーでしたね、あの証明済みプローブンサイヤーでしたね。見ていくとねサウスヘミスファーの、ブレッドプレジェンシーインクルード、ボナバル、ニュージーランドオークス、ソフィアロスター、マーキーマークブラ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 ってことで、ニュージーランドさんからはねクラシックウィナーなんかも出てて、本当ねニュージーランドのブリーダーにとってはね痛い流出ですよこれは。で北半球でもねメイクビリーブっていうシュボバがいてね、これ岸君もこれ収録してる今日のね2日前にねフランスのダービー、フランスダービーをねこのメイクビリーブ参加が勝ったんですよ。マークフィーの北半球のねフランスの忘れがたみがですねメイクビリーブ参加がフランスのダービー勝ってるってことで、一応ヨーロッパに血は残してきてるんでね、まあマクフィー正直日本で産駒が血を残せるとはちょっと僕思えないんで、正直ねマクフィーの後継志望が出る気がしないんで、血が途絶えなくてよかったなってちょっとだけホッとしまして。ただマクフィーが日本に来たい意味は大きくてね、もう一回言いますけどマクフィーを母父に持つ馬がね10年後とか間違いなく重賞とか G1 で構想するはずなんで、ルーチェ道路まずね初年度一発、もしね重賞買ってくれたら本当嬉しいけど、正直本体のマクフィーはねヨーロッパあるいはニュージーランドに返してあげてくれねえかなっていうのが個人的な希望ですね。これ存在がマジで貴重なんでね、買うなよっていう感じですね。別に買うんだったら他にもいるだろうっていうね、本当に欲しくて買ったのかよっていう、まあそれはあんまり言えないですけど、これ本当に欲しくて買ったのかっていうのはあるんですよね。はい、それがまあルーチェ道路ね。あとねでカンペ見ますと、あ、クールキャットね、スクリーンヒーロー3区のクールキャット、そして2着のソングラインも良かったですね。クールキャットはねメジロトンキニーズ3区っていうことで、メジロトンキニーズ3区っていうのは本当によく走りますね。土曜日もね藤田7号騎手で1個目のズールーっていうのがミショール勝ってて、このトンキニーズの子はね初号のコンドゥビット3区を除いてみんな全頭、漏らさず JRA で1勝以上しているっていうね非常に優秀な成績ですね。ってことでクールキャットはねスクリーンヒーローで良かった。そして2着のソングラインもこれまた絆でね、やっぱ僕は絆3区好きですねどうもね。これソングラインもクールキャットも両方とも良かったですよ。ブルーシンフォニー2着のカランドゥーラ、これ良かった。これブルーシンフォニーまたスクリーンヒーローね、スクリーンヒーローはやっぱりジャパンカップをね制してるように、そしてモーリスもね天皇賞が光ったりしてるみたいに府中は相性いいね。
あの足やっぱ切れますね。スパッて切れる足が生きる。2着のカランドゥーラがね、モーリス3区総じてちょっとじりね、じり足、今のところモーリス3区ね、まだ未勝利なんですよ、これ収録してる時点でね。ただ2着3着圧倒的に多いね。あとは掲示板に入ってる馬なんかも多くて、その2番手3番手から先行してこうシュッて切れる味がある馬に瞬間刺されてしまって2着3着がね多い。お父さんのモーリスもそんなに瞬発力バチーンっていう馬じゃなかったですもんね。あのむしろ追われて追われて追われてようやく走るぐらいの、まあ、ちょっとズブイの一歩手前ぐらいのそういう追わせる馬だったじゃないですか。ライアン・ムーア騎手と一番相性良かったですけど、ムーア騎手以外でもジェイソン・モレイラ騎手とか日本人だと戸崎啓太騎手とかね、川田優雅騎手とかね、追わせるジョッキーがもうマックス追わないとこの馬走んないんですよね、現役時代見直しても。でその感じがね、モーリスに似れば似るほど3区もやっぱそんな感じじゃないですか。もうジョッキーがフルパワーで追わないとなかなか動かないみたいなね。その代わり一旦スピードに乗るとね、長くいい足を持続するっていうそんな感じですよね、客室的にね。だからちょっと下がねやっぱぬかるむっていうのも良くないと思うし、あとはやっぱり3区もうちょっと時間かかんじゃないですか。だってモーリスもね、早い時期からクラシックでバンバン活躍した馬かってたらそうじゃないじゃないですか。クラシック全然でしょ。やっぱり3区お父さんの遺伝子が前に出れば若干晩成気味だっていうのは簡単に予想がつくわけで、まだ始まって1ヶ月なのにね、いろいろ言われちゃうんすよね、本当ね。でもそれは日本に限った話じゃないですよ。アメリカもオーストラリアも本当にバイヤーとかね、馬主とか競馬ファンもそうだけど、ちょっと走んないだけでもうすぐ騒ぐからね。それは本当どこも一緒ですよ。だから2歳戦ってのはね熱いんですよ。イセールのね、次の子馬の値段をやっぱり上げたいとか思うと、どうしたってやっぱ初年度から動いてもらう必要があるし、あとは日本で言ったらね、ノーザンのねクラブに回してる馬なんかね、やっぱ走らないと次のクラブのね募集の時に募集かけづらくなるじゃないですか。全然初年度3区全然動いてないのに、なかなかちょっとねこう押しポイントがなくなってきますよね、こうね動かないとね、っていうところで。本当は晩成気味の種牡馬なんだけども、やっぱりある程度何頭かは2歳戦から動いてもらわないとね、人間の都合で困るんですよね。これドラメントも一緒ね。ブエナベントゥーラはね、痛恨の一撃だったと思いますね。あれはね確証級だったと思いますよ。多分ノーザンファームはあれで間違いなく1個は勝ちは計算してたはずで、まさかね祭田ゴッホさん区のウィン・アグライアにね、あんな瞬間の足切れ味で屈するとはね思ってなかったと思うな。ただブエナベントゥーラは負けたけど、俺はいい馬だと思います。あれ負けたけど、しっかりもう一回充電してしっかり馬作り直してパワーアップして帰ってきてもらって、10月とかでも全然遅くないですよ。2歳の未勝利きっちり勝ってクラシック乗ってもらいたい。あの馬こそ能力を感じたんでね、いい馬だなと思いました、負けたけど。そしてこのカランドゥーラ、この馬も負けたけど、やっぱ母系競争族だしね、負けたけどいい走りしてるって思いましたので、モーリス3区はもうちょっと攻めて10月の府中まで待ってあげたいです ね。まあ人間側の都合でいろいろねやっぱ言われちゃいますけどね、まあそれはでもしょうがないですよね。3区が万世なもんは万世で仕方ないしね。あとまあドラメンテ3区もそうですね。多分本当本当にクラシック乗ってくるようなやつは、多分10月とかその辺でデビューしてくるんじゃないかなって思ってます。6月見る感じ、ドラメンテでちょっとっていうのはそもそもいなかったと思う。今7月の5日に撮ってますけど、今日ドラメンテ3区であの負けたやつ、あれが結構良かったね。なんだっけ名前出すか、7月でやろうと思ったけど、なんだっけあの馬、あスワーブエルメね、言いますよね間違いなく。この馬言い馬だと思いました。これ負けちゃうんだよね、ほんとね。競って負けましたからね。でもこれ勝ったタウゼントシェーンもスワーブエルメもこの2頭は言い馬だし、いい競馬しましたね。まあ矢作厩舎と堀厩舎で、岸君もサリオス対コントレールみたいな図式になってましたけどね。まあタウゼントシェーンは動画別で作ります。あとなんか言おうと思ってた馬っていたっけ。本当はね、前頭診断とかね、やったらかっこいいんですけど、そんな時間はないっすよ。一応僕、他にも動画作ってるしね、なんか、
なんか食べる系の動画とかね、旅系動画とかもちょっとまあぼちぼち作ってるし、ブログも書いてるし、てか昼間仕事してるし、専業じゃないんでなかなかちょっと時間作れないっすよ本当に。っていうところでちょっとね、前頭診断ってできなくて、もう独断と偏見でなんとかピックアップするだけになっちゃいましたけども、まあこんな感じ、6月は今言った馬たちが勝っても負けてもいい競馬してたなって思いましたね。一番出世してきそうなのはやっぱブエナベントゥーラスかね。はっきり言って血統的なスケール的に言っても勝たなかったけど府中でいい競馬してた。で競馬っぷり良かったのは何回も言うけどダリーズビビット、6月のあの早い段階でね、7発もステッキ入ってファイティングスピリットをガーッと燃やして阪神の坂グワッと登ってくるあの感じはね、やっぱいいよ、ダディズビビットはいいよ、向川さんで、はい、あとヨカヨカね、ヨカヨカもよかったね、熊本さんでアビラさんボコるっていうね、痛快な競馬してくれてね、スクワートルスクワート3区でフェニックス賞とか行かないでさ、ほんと小倉2歳とか新潟2歳とか重賞狙ってほしいね。はい、ってことで駆け足でしたけども、6月そんな感じでしたね。7月、8月ってね、おそらく、まあさすがにドゥラメンテさん区もモーリスさん区ももうちょっとね、勝ち上がってくると思う。未勝利も含めて勝ち上がってくると思うんでね、その辺はやっぱりチェックだし、リオンディーズが昨日勝ち上がったのか。ね。あと、結構面白いんだよね。カレン・ブラックヒル3区、地味に走るんだよね。勝っちゃうんだよね、これがね。ラブリーデイの3区勝ったのか。ね、あとミッキーアイル3区買ってっていう感じで、ぼちぼち新州ボバーの子ね、ちょぼちょぼ買ってくるようになって、あと明確に僕はね、サンデーサイレンスの時代が終わりつつあるなっていう風に感じますね。ちょっとね、競馬の傾向が変わってきてる気がするんだよね。ディープとかハーツとかステイとかね、サンデーサイレンスの後継種ボバーっちゃ確かにいるんだけども、そればっかりじゃなくなってきたってことね。うん、でまたそればっかりでも競馬つまんないしねってとこで、まマクフィーの、ルーチェ道路か、あ再来週の函館2歳ね、ちょっと楽しみね、まあ、直近だとね。はい、そんな感じです。で皆さんね、ご視聴いただいた方で、いやいやこの馬忘れてもらっちゃ困るよっていう馬いたら、ぜひねコメント欄から書いてください。あスライリースライリーね、スライリーいい馬っすよってコメントいただいて、これ競馬見ましたよ。でスライリー確かにいい馬でしたね。石川幸人騎手でね、いい競馬してました。やっぱね、府中独特っすよね。前が詰まってロスがあってもさせるんですよね、切れる足があるとね、っていう感じで。スライリーもね、なかなかいい競馬だったなと、ちょっと言い忘れたね、食事切って今ちょっと言い忘れた、ピックアップし忘れてるというか、いやこの馬頼むよ、このまま取り上げてくださいよっていうようなのもいたら、まあ、コメント欄からぜひね、アピールお願いします。まあ、全部が全部取り上げられるわけじゃないですけども、まあ、そんな感じで、自分はこのまま注目してますっていう馬をね、こう教えていただけると、こう教えていただくことには僕もね、再度注目し直して、お言われる通り、確かに馬だなってことはね、あるんでね、スライリーみたいにね。ということで、もしよかったら、ご意見、ご感想をよろしくお願いいたします。以上でございます。そうそう、最後ね、まあ余談ですがね、まあナッシュビル、テネシー州のナッシュビルの郊外には住んでんですけどね、まあぼちぼちあったかくてね、日本は蒸し暑いと思いますけど、ナッシュビルもね、適度に湿度はあるんですけど、まあ朝晩はね、涼しいですよ。日本ほどね、こうアスファルトでゴチゴチに固められてるわけじゃないんでね、やっぱりヒートアイランド現象っていうほど熱はね残らなくて、朝晩は真夏でも結構涼しいですね、過ごしやすくて。まあナッシュビル生活まだ馴染んでないですけどね、それでもまあこんなもんかなみたいな。でナッシュビルね、一ついいのはね、電気代がめっちゃ安いのよ。なんかね、公共事業でね、ものすごいでかいダムを作ったかなんかでね、電気ね、使っても使ってもね、ほとんどかかんないんだよ。僕は今もう24時間エアコンつけっぱなし、セントラルヒーティングだからさ、もう1個ポンってスイッチつければ、寝室もバスルームもリビングもね、全部ガーッともう全部冷房出てくるんだけど、もうエアコンつけっぱの、こうしてもう電気も片っ端からつけっぱなし、上もファン回しっぱなしって感じで、果てしなく電気をね、浪費してるんですけど、まあ、浪費っちゅうか、まあ、使わないとさ、電気なんかね、貯めておけないからね。で、何が言いたいかというとね、電気代が安い。で、今回ね、先月の分、もう、マックス食洗機回して、ディッシュウォッシャー回してさ、
洗濯しまくって乾燥機ガンガン回して、まあ、僕はドライヤーは使わないけど電気使って使って使いまくったけど4800円だもん。まあ一人暮らしだけどね、安いね。ということでこんな感じでちょっとね、まあぼちぼちこのチャンネルじゃなくてね、セカンドチャンネルでね、ナッシビル生活っていうかアメリカ生活っていうか、なんかそういう身の回りのどってことないようなことを動画にしていこうかなっていうふうにも考えてます。はい、今回は以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録いただけると励みになるんでね、なかなか面白かったよっていう方はよろしくお願いします。以上です。さよなら。